さん、今日だけだよ、みんなには秘密です。まだ生きてますよね、僕。皆さん、ちょっとダメだよ、これは。ちょっと今まで、3回目の TMI じゃないですか、日本で。でも今日だけこうして、What's this feeling? とか Famous とか、この時間を過ごしたことを絶対秘密にしましょう。僕を探してみるからね、絶対約束。みんな優しいですよね。もしみんな、他の皆さんが知っていると、これからは僕はアンコールやらないよ。とにかく冗談です。もう仕方なくみんなすることになると思いますけど、その、もう僕が仕方なく責任を持ちます。でも本当に僕も皆さんともっと過ごしたかったですし、
こうして自分の気持ちを伝わったかな、皆さんが分からないんですけど、正直にちょっと言うと、今日ね、なんか生放送があったんじゃないですか。結構余裕持ってやりたかったんですけど、いろいろちょっと気になっちゃって、ここにいる皆さんの顔をもっと見たかったんですけど、それができなくてちょっと寂しかったんですけど、せっかくこうして出たんで、ちょっと照明下げてくれください。ありがとうございます。皆さんと僕は今年、そして去年を一緒にした大切な絆ができました。もっと僕に、もっと僕が好きになってください。僕ももっと皆さんが好きです。好きになります。好きになる予定もなりました。ありがとうございました。気をつけて帰ってください。家でおやすみなさい。ヨアのテメでした。どうして出る。ちょっとすいません。ありがとうございました。ちゃんと見えましたか。ありがとうございます。ありがとうございました。また